ハワード・ダルマーはアメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、指導者。身長193センチメートル、体重90キログラム。ポジションはフォワード。1947から48シーズンにアシストを獲得した。ダルマーは1942年にスタンフォード大学を全米優勝に導き、自身はトーナメント MVP を受賞した。 その後ペンシルベニア大学に転校し、1945年にオールアメリカセカンドチームに選ばれた。大学卒業後、ダルマーはバーのフィラデルフィア・ウォリアーズに入団した。1年目の1946から47シーズン、得点王、ジョー・ファルクスを擁したウォリアーズは、プレーオフを勝ち抜き、ファイナルでシカゴ・スタックズを破って、初代バーチャンピオンに輝いた。 翌1947から48シーズン、ダルマーは平均12.2得点2.5アシストを記録してアシストを獲得し、ファルクスと共にオールバーファーストチームに選ばれた。チームは2年連続でファイナルに進出したが、ボルティモア・ブレッツに敗れた。3年目の1948から49シーズンはキャリアハイとなる。 平均3.1アシストを上げたものの38試合の出場に止まった。このシーズンを最後に、ダルマーは現役を引退した。バーでの成績は146試合に出場して、通算1408得点340アシストであった。ダルマーはまだ現役選手であった1948年に、母校ペンシルベニア大学のヘッドコーチに就任し、6シーズン指揮した。 在任中の1953年にはチームを NCWA トーナメントに導いた。1954年にもう一つの母校であるスタンフォード大学に招聘され、その後21年にわたってヘッドコーチを務めた。カレッジでのコーチング戦績は27シーズンで361勝315敗であった。ダルマーンは1991年に 鬱血精神不全のため69歳で死去した。b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。